ジャンヌ・ダルクは1999年に公開されたフランスアメリカ合作の電気映画。リュック・ベッソン監督ミラ・ジョボビッチ主演でジャンヌ・ダルクの誕生から処刑までを描いた歴史映画である。フランスの英雄として扱われてきたジャンヌ・ダルクを一人の少女という視点から描いた映画。全体を通して宗教と神の存在を絡めながら進行するが、 同時にジャンヌは神の使いではないと否定的に描いている。また、作中にたびたび登場する大規模で迫力のある向上シーンにより、娯楽対策としても評価が高い。一貫して当時の状況をリアルに描いており、ジャンヌの目の前で彼女の姉の服を引き裂いた後殺害して死官したり、ジャンヌが処女かどうかを確かめるために世紀の中に手を入れるのを、 ギリギリの場所から撮影したり、宗教裁判で、ジャンヌが捕獲された際、男たちに囲まれて殴るケるの暴行を受け、飯を顔面に投げつけられるなど過激な描写が多々ある。そのため近年のテレビ放映ではそれらのシーンは、カットされる場合もある。百年戦争下のフランス。人並み外れて信仰心豊かな少女、ジャンヌ・ダルクは、ある日自らの村を、 イングランド軍に焼き打ちにされ、目の前で姉を虐殺されるという悲劇に見舞われる。心に傷を負い、教会の神父に、やり場のない感情をぶつけるジャンヌ。彼女のあまりの悲しみを目の当たりにした神父は彼女に、いつか神が、お前を必要とする日が来るという。そして数年後、フランス王家のもとに、ジャンヌからの手紙が届く。ありがとうございます。